皆さんこんにちは。今日はちょっと見せたいことと、まず実践とかいろいろあんで、ちょっとまず見せたいことは、ちょっとさっきチェックインしたんですけど、なんかね、どうやら今日でなんか800回目のチェックインだったらしかったんですよ。はい、まあ、このようにね、ちょっと見えるか、そう、6、はい、800回いきました、ついに。はい、2個10円もらいましたね、さっき。結果、いや、800いったのか、もう早いな。もう800もいったのか。あ、今50円あんのか。なるほどね。なるほどね。なんかって、あ、そう、天使上げもなんかね、2人もやったんですけど、なんか装備が見つかりませんでした、あんま。あ、もう面白いんですけど、パーティーに。まあ、これはさっきっていうか、昨日か、やったんで、まあ、いろいろあって。はい。で、見せたいのはですね、そう、コロシアムなんですよ。結構前かな、1週間ぐらいだから、ね、すごい経ってなんかしてないんですけど、1.6 倍レルパから 1.4 に変えるっていう風にして、まだ途中なんだけど、動画を、途中、まだ完成してないんだけど、ちょっと動画を撮ったんですけど、それがね、ついに完成したんですよ。ちょっと、今日ではないんですけど、ちょっと前なんですけどね。はい。はい、77位。はい、サチケ。サチケ30枚しか撮れない。よし、見るか。さあ、第1位かな。この人だね。これを見てください、これ。このように。なんかバトル評価ってもやっぱ200万超えなくて、やっぱもうみんな 1.4 なのかな ?1.4 の最大の得点で何なんだっけ、わかんないけど。もう強い人ばっかだな。なんか、見たことあるよっていうか、名前なんか見たことある人ばっかだな、本当に。ほんと見たことある人ばっかだな。いいよ。はい。じゃあまずね、1.4 完成したね、新しいパーティーをね、どんな感じかって紹介していきたいと思います。はい。パーティーまずこんな感じです。あ、450までね、もう、なんかね、奇跡的に、ちょうど運が良くね、やりました。これ結構微調整するの当たりなんですよね、やっぱレールがつくの。で、これは51にしといて、で、これも51。で、レッドリレーはちょっと1だと火力弱いかなと思ったら2レベルにしておきましたね。はい。まあ、ここはまあ、ちょっと出力1としかないと思うんですけど、で、装備で、素早さ調節したりして、まあ、こんな感じっすかね。はい。まあ、これがいいですよ。二人入れて、って感じで。で、これがま、主力一番の、動きだと。まあ、これは倒せなかったように、この二人入れて、レッドリレーで、モードカーブさせるように500ダメージを与えるようにしてって感じで、後ろ二人入れて、あと骸骨リレーで、さらにこの、イビスのダメージを稼いで、レッドリレーも入りやすくするって感じでね。はい。じゃあ、ま、一回やりますか。実践って感じで、どんな感じなのかっていうのね。まあ、今回は、まあ、一発は無理だと思いますよ、見るよ。100万ピットの。まあ、とりあえず行きましょう。あー、ゴーストカールなんかね、ダメくらいとくないな。まあ、これまで実装でしょ。あ、これいいかもしれない。ちょっと待って、わかんない。どうしよう。あ、この方にします、じゃあ。よし、500だし、これだったら体力も結構ある。なおかつ、2回目攻撃すれば、緑行かなそうなの。2回目の雑誌ね。体力しちゃおう。もうちょっと練習して。よいしょ。だいぶ撮りな、だいぶ動画を撮りながらゲームやるとなんか慣れたな。スイッチは自分で撮ってないんですけどね。はい。よし。はい、発動。OK。あ、そういえば、今ちょっと釣りチャレンジがあるんですけど、イベントで。
ちょっとやろうかなって迷ってますね。それはちょっと、わかりませんか。はい。まあ、こんな感じですね。はい。というわけで、面白かったらチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。